ジョセフ・ルイ・ゲイ・イコール・リュサックは、フランスの科学者、物理学者である。気体の体積と温度の関係を示すシャルルの法則の、発見者の一人である。アルコールと水の混合についても研究し、アルコール度数のことを、ゲイ・イコール・リュサック度数と呼ぶ国も多い。弟子に、有機化学の確立に貢献した、ユストゥス・フォン・リー・ビッヒがいる。なお、 フランス語でのヨゼフ・ルイ・スゲイラ・スックの発音を日本語に音社すれば、ジョゼフ・ルイ・ゲイコール・リュサックが原音に最も近いと言えるだろう。リモージュ近郊のサン・レオナールド・イコールのブラに生まれた。家庭で教育を受けていたが、1794年に、父がロベスピエールの恐怖政治の犠牲となって逮捕されたため、パリに行って、エコール・ポリテクニークに入学する準備を開始。 1797年に入学した。3年後、国立土木学校に移り、間もなく、指導教官、クロードルイベルトレイに就く。1802年に、理工科学校の科学者、アントワーヌ・フルークロアの助手になり、その後1809年に、科学の教授になった。1808年から1832年まで、ソルボンヌ大学で、物理学の教授を務めたが、 パリ植物園の科学の教授の職を務めるために、ソルボンヌを辞めた。1821年、スウェーデン王立科学アカデミーの外国人会員に選ばれた。1831年、会員のオートイコールビエンヌ県代表に選ばれ、1839年には上院議員となった。1809年、ジュヌビエーブ・マリー・ジョゼフ・ロジョと結婚。彼女は、 副辞典の店員だったが、カウンターで科学の教科書を学んでいたのを、ゲイイコールリューサックが見て、知り合うようになった。5人の子を設けた。長男ジュールは、ギーセンのユステスフォン、リービッヒの女子となった。ジュールにもいくつか著書があり、ファーストネームのイニシャルが、父と同じであるため、時々混同されることがある。パリで亡くなり、ペール・ラシェーズ墓地に埋葬された。 子孫の一部は、ブラジルやカナダにも住んでいる。気球に乗るゲイ,イコール・リュサックとビオナオ、パリには、ゲイ,イコール・リュサックの名を冠した通りがあり、生誕地サンレオナールドイコールのブラにも、ゲイ,イコール・リュサックの名を冠した通りや広場がある。ゲイ,イコール・リュサックの墓。ありがとうございます。